アミュレットの声優を知ってもらおう。はじめまして、荒木ふうかです。趣味が散歩、ご飯を食べること、寝ること、あと猫が好きです。特技が陶芸ができます。お茶碗だったり土鍋だったりいろいろ作れます。はい、声優になろうと思ったきっかけは、アニメだったり漫画だったりが好きで、楽しそうだなって思ってお芝居を始めてみて目指すようになりました。なっていなかったらは何になっていたんでしょう。あまり今までなりたかった職業とかがなかったのでわからないです。養成所時代に苦労したことは、やっぱりクラスの人数が多かったので、一人一人できる時間だったり回数が限られている中で、自分が考えたものを出したりディレクションに答えたりが苦労しました。不安なこと、はい、不安なことは、たくさんあります。全部不安です。何でしょう、もう何をどうしたらいいか分かんないので、もう全部が不安です。カラオケの箱は、BiSH のオーケストラっていう曲を歌うことが多い気がします。どうしてアミュレットを選んだかは、ちょうど事務所を探していた時に友達からアミュレット合いそうだよって言ってもらって、調べたらゲームだったりアニメだったりが強い事務所で、自分のやりたいことと合ってると思って選びました。どのような声優になっていきたいかは、お芝居で長く続けていけるような声優になりたいです。はい、得意なキャラ、はい、最後まで見てくださってありがとうございました。これから頑張っていきます。以上、荒木ふうかでした。バイバーイ。